アンニョハシーハー、バーチャル語学クリエイターのシアです。韓国では毎年4月5日を木を植える日という意味の国の記念日シンモギルにしています。日本でいう緑の日に近いんですね。ちなみにこの日祝日ではないため、大事にしている感覚は薄いかもしれません。なぜこの話を持ってきたのか、実は今回のテーマが植物に関する語学知識なんです。キーワードはお前と俺もです。まず最初に取り上げたいのがこの栗の木です。韓国語でパンナムと言います。ところがある植物の名が俺も栗の木、お前も栗の木というのがあります。韓国語で나도밤나무、너도밤나무って言うんですが、それぞれの正体は泡吹とシナブナという木なんです。ではなぜ泡吹に俺も栗の木、シナブナにお前も栗の木という名がついたのでしょうか。その答えは葉が似ているからなのです。大きさや細かい部分で違いがありますけど、全体的には結構似ていますよね。栗の木が元祖で、その後に発見された2つがお前もと俺もが付けられたとのことです。このように本来の植物に似ている時には名前の前にのどやなどを付けることがあります。キノコもそうです。韓国でよく食べるヒラタケ、韓国語でルタリパーソと言います。それに似ているとされるのが毒キノコのスギヒラタケですが、ここで問題。韓国語ではお前もヒラタケ、俺もヒラタケ、どっちで呼ぶでしょう。正解はなどルタリパソ、俺もヒラタケです。もう一問あります。これはエノキタケ、野生の状態だとこんな感じです。韓国語でペニパソ、またはペンナムパソって言いますが、それに似ているナメコは韓国語でお前もエノキタケ、俺もエノキタケ、どっちで呼ぶでしょう。正解はナドペンナムパソ、俺もエノキタケです。これ以外にも生姜、ヤブミョウガ、センガン、ナドセンガン、ミラ、アルメリア、プチュ、ノドプチュ、タンポポ、ヤネタビラコ、ミンデルレ、ナドミンデルレ、シバ、ヒゲシバ、チャンディ、ナドチャンディ。他にもこんなにたくさんあります。私が調べたものだけでなんと74種類もあります。今回は韓国の独特な植物名の特徴についてお伝えしました。こんな名付け方は日本にもありますよね。何々もどきと名付けられた植物ということで、環境庁のリストだけでなんと73種類もあるそうですね。それほど植物の世界は名前が足りないほど数えきれない種類があると感じられます。次回も新たな語学知識でお会いしましょう。今日はこの辺でクローン今차원을넘나드는어학과문화의즐거움채널시아다양한플랫폼에서다채로운콘텐츠를만날수있습니다지금바로확인하세요